で、さっきやってみましたね。こっちか。ちょっと待これで、こうしましょう。画面が大きくなった。さっきちょっとここの、マトラボでこういうふうに変数を入れてみたら、こういうのが出るよって話をしてみました。で、この、ポイントにして、こういう変数になって、コロンを入れる、セミコロンを入れる、入れないとか、こういうふうになると、行ベクトルですね。行ベクトルになってる。横長のベクトルになってる。もしくは点値をつけると縦長のベクトルになっているというのをやりました。で、マトリックスはこういうふうに計算できる。入れることができる。簡単な入力の仕方ですね。それでさっき見てみたのを、いろいろやってるんだけども、これこうやって、コマンドウィンドウいろいろ入ってて、CLC ってやって、クリアします。それで、フーズとすると、先ほどフーズというコマンドがあって、それは今、ワークスペースの中にどういう変数が、あるかということですね。ちょっといろいろやっちゃったんでいろいろ入ってますが、マトリックスは 3×3 が入っている。それで、アレイが 1×8 が入っている。で、アナザーアレイが 8×8×1 が入っている。こういうふうに、今自分がどういう変数を定義したか、ASDF を定義しましたね。これはスカラーなので、こうやって。で、ここのところに、変数名と大きさ、スカラーの場合 1×1 ですね。それ何バイト使ってるか、まあ、どれぐらいメモリを使ってるかというのの、定義があります。で、今自分で何を、何、どの変数を使ってるかは、これで、見ることができます。全部消したいときは、クリアとすればよいです。クリアとすると、今の変数が全部消えて、それで、フーズとやっても何も出てこない。で、今、きれいにしたってことですね。はい。で、ちょっとマトラボの、簡単な説明をした後に、まあ、演習の時間10分か15分取りたいと思いますんで、準備して聞いていってください。で、例えば、これで、まあ、計算の仕方ですね。電卓として、A を4として、B を3とする、そうすると B の2乗ですね。これ、こうですね。マトラボ、Python だと、アスタリスク2つですけども、マトラボではこのハットのマークを2乗とします。B の2乗。それで A たす B だと、4たす3だから7が出てくる。で、4×3 だから12が出てくる。で、これもいいですよね。で、掛け算、こう、掛け算とか割り算の方が、先に行って足し算を後にやるっていうルールがありますね。まあ、括弧はつけてもつけなくてもいいんですが、間違えないように括弧をつけています。これ、括弧をつけなくても同じになりますが、これで16足す1.5なので、足して17.5。これも、この括弧があってもなくても同じということですね。それで先ほど言った foos というコマンドをすると、コマンドウィンドウの中に、今言った、名前とサイズと、どれぐらいメモリを使っているかというのが出てきます。で、ワークスペースのところにもこういうふうに出てきます。なので、ワークスペースのところで確認して、見たいときにはこうやって見てください。で、マトラボで、関数、スクリプト M ファイルだ。あれ、これ関数になってる。スクリプト M ファイル。あれ、ドームバリアル。あ、これちょっと間違ったんですね。ちょっと、こうですね。ちょっと待ってくださいね。でもバリアル。あら。
今言ったのは、例えば、こうですかね。こんな、何かこういうふうな、コマンドをた叩いて、ドット M というので保存してあげます。例えば、ここだけ実行するとか、そういうことができます。で、Python でも一緒ですが、コマンドウィンドウで、何かやったことを、バッチ処理というか、ファイルとして残したいときに、スクリプト M ファイルというのを作ります。で、スクリプト M ファイルを作って、こういうふうにしておきます。例えば、これにしてみましょう。さっきの、これにしてみようかな。ちょっと待ってね。これを、これか。これにしようかね。これをコピーして、これ作ったと思ったんだけどね。これをちょっとここで新しいのを作って、こうしましょう。ちょっと、こうしますかね。こうしましょう。こうしましょう。これこうしようか。ちょっと今ファイルを作ってみましたが、A が4、B が B、L、D。これを、デモスクリプトとして保存する。デモスクリプトとして保存しましょう。ドット M として保存しましょう。そうすると今やってたやつですね。ちょっとここ、色がついていて、これはマトラボが本当にこれでいいのかって聞いてるわけですね。それでこれを実行するときにランボタンを押してもいいし、例えばここでデモスクリプトと叩いてもいい。デモスクリプト。そうすると、これを前から、上から順々に、実行してくれて、この B の2乗 A 足す B、A かける B と、あとこの計算ですね。それの答えが出てくる。まあ、ここでやってもいいけど、なんかまとめて、ここで毎回タイプするのは大変なので、ここでうまく動くかどうかを確認して、それをスクリプトファイルとしてまとめておくと便利でしょう。僕がやってるのは、まあ、これを、スクリプトファイルには書くんですけども、スクリプトファイルで書くと間違うことが多いので、コマンドウィンドウで、実際動作を確認しながら、うまくいったのを貼り付けていくということをよくやります。なので、MATLAB のいいところ、まあ、Python も同じというか、ほぼ同じ使い方ができますが、実際、インタラクティブにコマンドのエラーがないかというのを確認しながら、スクリプトファイルを書いていくことができます。それがさっきの話で、これちょっと間違ってた。あれなんで直したいんだろう。こういうのをやると、ここで実行して、こういうの答えが出てきたりします。いいですよね、スクリプトのファイル。で、これがワークスペースでフーズが見られると。で、今度は、関数 M ファイル。M ファイルというふうに、M ファイルというのはこの、さっきちょっと言いましたが、これか。ちょっと待ってね。M ファイル。M ファイルとなっているので、このドット M という拡張子がついているのを、M ファイルと言います。で、M ファイルというのがちょっと紛らわしいんですが、2種類あって、スクリプト M ファイルと関数 M ファイルというのがあります。関数 M ファイルというのは、関数、1行目はこのようになります。ファンクションというのが、これは関数 M ファイルですよというのを定義するための、宣言ですね。そして、C というのがこの場合、アウトプットの変数。それで、デモアディションというのが、この関数の名前であり、かつファイルの名前。MATLAB ではこのファイルの名前と、関数 M ファイルの、ファイルの名前と、ここでの1行目のファイルの名前が同じでないといけません。ですね。この場合、アディションという足し算という意味ですね。足し算のデモという意味です。それで A と B というのがありますね。で、A と B というのは入力変数です。だまあ、ここに数字を入れると。で、まあ、やるまでもないような関数なんですが、まあ、デモのためですね。A と B を入れる。そして A と B を入力として受けて、A と B というのがありますね。A と B というのを足し算して、 C にして、C を返すというのがこれです。で、実行してみると、
デモのアディションの1、2というのをやると、ここのところで3というのが出てくる。これを見てみると、このデモのアディションというのはこうあって、こんなやつですね。今、さっきお話ししたやつですね。で、これを、C、こう、まあ、こっちかな、デモ、アディション。ちなみに、マトラボだと、保管機能があるので、ここまでやったらタグを押してあげると。アディション1だったけどね。デモアディションだった。これで、例えば10と15、14とかやると24って。デモの、アディションの、例えば、適当な数字ですね。また足してくれ。まあ足してくれるだけですね。まあありがたみは、これ、まあ、これだとあんまりないけども、何か自分で定義することができます。これをユーザー定義関数と言います。ユーザー定義関数と言って、自分でこういうふうに関数を定義できて、Python でも def って言ってありますね。それと同じことを MATLAB だとファンクションと言ってできます。それで、いいですよね。うん。あと一つ MATLAB のいいところは、あまりなんか数字のクラス、例えばこの A がインテジャーとか B がフロートとかそういうの気にしなくて良いというのが気が楽なところですね。これとこれの方が微妙に違ってても、うまく合わせてくれるというところがあるので、しかも最初に関数を定義する必要、変数を定義する必要がない、C のように変数定義する必要がないので、ここに新たに C を持ってきても、ここに今、A イコール10、A イコール10、11、B イコール、4でしたときに、C イコールデモ、アディション、アディション、ション、ん？デモ、アディションの A、B、B しましょう。A、B ってすると、C は15。まず C というのが新たに定義されて、ここに C というのが出てきます。ということで、C が最初に C という変数を最初に定義する必要がないという気楽さはあります。で、まあいいですかね。これ、こういう関数 M ファイルというのを作ることは、使うことができる。で、こうやっていきましょう。そして、次は、ループですね。for ループ、while ループ、あと、if, then, と、スイッチ、トライとかいろいろありますが、よく使う for ループを考えてみると、固定回数だけステートメント群を繰り返し実行します。対応するエンドでステートメント群を区別します。Python だとインデントで区別しますが、MATLAB はインデントは必要ないですが、まあ、分かりやすいようにインデント入れておいた方がいいでしょう。こういうふうに段をつけていくと分かります。そうするとこれは C と R を S 回繰り返しなさいという、結局だからここで10回、ここで10回なので100回を繰り返すことになります。で、H というこの場合行列ですね。これまだちょっと説明してないんですが、0という行列を作るということです。で、S って言ってるのは S×S、10×10 の行列を作りなさい。10×10 の行列を作って0にしなさいということで、この中は0という数字が、10×10 の数字を並んでいるような行列ができることになります。で、その、C というのはコラムで、R というのはローですね。だから列と行ですね。のに対して、それを1から10まで。これも1から10という、スライシングって、Python のやつと似てますが、ちょっと違うんですね。これ1から10だと言ってやると、Python だと1から9になるんですけど、MATLAB だと10になります。なので、1から10。で、1から10までを繰り返しなさいということで、各要素に対して、10×10 の行、各要素に対して、この値を入れなさいという、のになります。実際やってみましょう。ですると、これか。こうです。で、一回クリアしてみましょう。クリア。クリアして、CLC をしてみましょう。で、今、先ほどの、for ループのやつがありますね。で、
マトラボではこれ今スクリプトファイルに書いてるんですけども、ここのブロック、パーセントパーセントを書くと、ここのブロックと、これをブロックと言います。このブロック。次、この今黄色くなっているところ。で、ここをクリックすると、こっち黄色くなりますね。パーセントパーセントで始まるところはブロックと言います。こっちブロックになりますね。今、ここを黄色くなってますね。で、ここの部分だけ実行したいというときには、ちょっと画面見せられません。画面でキーボード見せられませんが、コントロールとエンターキーを、同時に押します。そうすると、ここだけ今走ったことになって、C と H というのが、C と H と R と S という変数ができてます。で、見てみると、H という変数は何ですかって言ったら、こういうのになって、こういう、10×10 の行列になっていて、この分数になってるわけですね。まあ、小数点こっちになってるけども、こういうふうな値になってる。これを覚えておくと、マトラボ使いやすいですね。この部分だけなんかテストする。もう一回言うと、ここにカーソルを置いて、ここが黄色くなっているときに、コントロールとエンターを押す。そうすると、これをやってくれる。というふうになります。これ、フォーループですね。フォーループの説明。次に、まあ、ここに来たので、while もやってみましょうか。while ループ、n を10として、f を n として、n が1である間は、このループを繰り返しなさいということですね。で、n を1個ずつカウンターを減らしていって、そして、f をかけていく。そうすると、これは何になりますかね。これは、最初、これが10でしょ。それで、1個ずつ減っていくので、f かける n かける10かける19かける8かける7かけるをかけているので、10の階乗が出てきますね。これを実行してみましょう。そうすると、10の階乗というのは、こんな大きい数になりますね。いくつだ。3628,800か。という大きな数字になる。で、まあ、こう、ファクトリアルが計算できるんですね。ファクトリアル、この、階乗が計算できるわけですね。いいですかね。今、これをやってみました。で、はい。まあ、ちょっと微妙に、文法は違うと思うんですけど、Python とか C とかでやっているものとほとんど一緒ですよね。for とかね、while とか。で、あと if と switch とかも一緒です。今度、if をやってみましょう。a という変数、これ毎回ランド i を使って毎回答えが違いますが、a というのにランド i で変数、これは、100、1から100までの数字を1個作りなさいという、なります。1から100までのうちのどれかを取ってくるやつですね。それで A が小さけ、30より小さければ small。で、今度 else if というのはそうじゃなくて A が80よりちっちゃい。ということは、medium、中間の値である。それで A がそうじゃなければ else というのはそれ以外の場合には、large と足します。これも走らせてみましょうか。ここのところですね。ここのところ、if、今の文章のところですね。これを走らせてみると、そうすると、large って今出てきましたね、ここ。ちょっと今画面を消してやってみよう。それで、今、large って出ましたね。あ、今度、medium って出た。もう一回やってみると、medium。medium。medium が多いね、そら。large、medium、medium、large、large、medium、medium。スモールが出ましたね。スモールが出たとき、じゃあ今 A の値はいくつでしたかっていうふうに見ると、17。17っていうことは30より小さいですね。だからここに当てはまったから、スモールというのが出てくる。もう一回やってみようか。もう一回やってみると、ミディアムって出てきましたね。A はいくつだろう。79。つまりギリギリですね。ギリギリミディアムのところに入っている。で、もう一個大きかったらラージになってたわけですね。で、こういう if がこういうふうにできる。で次、スイッチというのをやってみましょう。スイッチというのは、これは、ウィークデーで、これ、今日
今日は何曜日というのを引っ張り出してくる関数です。で、その引っ張り出してきて、それを引っ張り出してくる関数を使うと、その中に day ストリングの中に曜日が出てきます。で、今日は金曜日なので、金曜日というのが出てくるはずです。やってみましょう。で、これは日によって違うわけですよね、スイッチというのはね。day ストリングというのが、何曜日によってか変わる。それで、それが月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日とか他という場合には、何を出しなさいというのを、書いてある。ディスクというのは何を出しなさいということです。で、これをやってみると、ここのところも同じように、ちょっとクリアして、ここのところを走らせてみましょう。そうすると、last day of the week, work week というので、平日の最終日、明日休みだってことですね。そうすると、フライデー、明日土曜日ですからね。そうすると、ここのところが当てはまって、こうなっている。そうすると、これを見てみると、例えば、day string にはフライデーになって、day num には今日は何日かってことで、6っていうのは、6番目ってことですかね。というのが出てくる。まあ、こういうのが出てくる。で、今、ちょっと説明したのが、プロットをちょっとやる前にこれをやろうか。ちょっと今、10分ぐらい時間というか、演習の時間をとって、今説明した、ちょっと 早かったかもしれませんが、今説明した、例えばこういう変数を入れてみる。で、答えが出るとか、例えばここのところ、アレイを入れてみてこういうのが出せるとか、とりあえず、まあ、とりあえずこれ、デモバリアブルズをデモアディションを作ってみるとか、今説明したところ、とりあえず走らせて見てみてください。それで、その中の変数で何が出ているかとか見てみてください。で、一つにはそのスライドにあるマトラボコードをこういうふうに、貼り付けて、それで実行してみる。まあ、ここに直接貼り付けてもいいです。ここにこういうふうに、例えばこの今、これを説明したやつ、こういうのを貼り付けますね。これをこうやって、今これをコピーします。それで、マトラボのこのウィンドウに行って、これを貼り付けると、それが実行できるわけですね。平文をコピーする。で、まあ、このコマンドウィンドウにコピーするのは大変なので、何かスクリプトファイルとして貼り付けておくと、後で使えて便利でしょう。で、ここ実行するときに、さっき言ったように、コントロールと、エンターを押すと、これで実行ができて、H とかが見ることができる。というので、今ちょっと説明したところを、マトラボを走らせて、実際、今説明したようなものが出るか、10分ぐらいでやってみましょう。3時50分までやりましょう。それが終わったら、プロットの説明をします。ここまでで質問とかないですか？みんな大丈夫？じゃあ、ちょっと、10分ぐらい、4時じゃない、3時50分まで、マトラボちょっといじってみてください。